はい、皆さんこんにちは、元気です。今回はこの映像になると大体皆さん何が出てくるかわかりますよね。そう、スマホゲームの紹介をさせていただきたいと思います。みんな今日も頼むぞということでね、もしねこのゲーム、この動画見てね、楽しいなと、面白そうだな、興味あるな、応援したいなっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方から必ずダウンロードしてみてください。ということで今回ね紹介する動画なんですけども、ゲームなんですけども、こちら鋼鉄城のカバネリラン始まる道跡ということでやっていきましょう。早速こちら、まあみんな知ってるかな、鋼鉄城のカバネリっていう、まあ結構有名なアニメがあって、まあこのアニメ原作のスマホアプリになってます。ではこれをね今日はプレイしていきたいと思います。まあ話してもね仕方ないんで、早速ちょっとやっていきましょう。結構すごいですよ、クオリティ高い。お楽しみに、どうぞ。ということでね、やっていきたいんですけども、人を喰らい自らの同族となす、オープニングムービー始まったね。不死にして不浄の怪物カバネ、世界を覆い尽くしたカバネが日の元へと上陸してから20年の歳月が流れた。西の国を治めていたアマトリ幕府は、将軍の逆鱗に触れて感動された嫡男アマトリビバヌムホンにより崩壊。まあこれアニメのその主婦であった金剛閣がカバネに生まれた。ストーリーの途中かってことなのかな。アマトリ幕府の崩壊に伴い、僕もがっつりアニメ見てないんで日の元の情勢は一気に変貌した。なんか西の国と隣接した日の本中部を占める中野区、ある程度ストーリー進んだ途中からの話をしているような感じがしますね。ここ中野国には中央政権が存在せず、十国二都と呼ばれる独自勢力が緩やかな連合を成していた。なるほど。互いに物資を融通しながらカバネの脅威に対抗する。なるほどね、わかるよこれね、この後絶対わかるよ。その脈脈をつなぐのは、こういうなんかこう物流を頑張って巡らしてゾンビと戦ってるみたいな、カバネと戦ってて、これが何かの理由で物流が途切れるとか、そういうパターンだよねきっとね。物流こそが絶対そうだよ。生命線であった。しかし失礼しました。カバネの進行に入れた鉄道網は崩れ、やはりか物流は滞り始めてで鎖国が始まってみたいな。不安を払拭するためで、カバネと人類で戦ったのに、だんだんこう人類対人類みたいな感じですね多分これは。はい、地理的中心であり多くの農業を、おお斎藤道三的なキャラクターかな、これは美濃だから。美濃による物流差配が、だから一応これ時代背景としては戦国時代に、まあ鉄道とか言ってるから明治時代の文明力ぐらいの感じってことかな。そうして生き残りをかけて各国がさまざまな思惑を巡らせる中、東の国から境に位置する東東海が突如として周辺各国への侵攻を開始した。なるほど。あ、これオープニングだ。いやー、さすがアニメ原作かっけえな、映像が。引け、カナメ。俺はカマネリだ。そんなの知るか。俺は俺だ。これがカマネ、カナメっていう、まあ、主人公ですね。まあ、妹とかがそのカバネに殺されちゃってみたいな、そんな感じだった気がする。でね、このアニメで一番こう特筆すべきはムメイちゃんっていうねヒロインがいて、まあ、その子がひたすら可愛いんですよ。でもムメイちゃん見るためだけにももう見れるアニメなんで、ちょっとぜひ見てほしいんだけど、かっけえな、ここからかっこいいよ。これがカバネですね、ゾンビ的な敵キャラで、武器はなんか銃とか使ったりとか、まあ、スナイパーライフル、今のモシンナガンっぽい感じの形ですね。で剣とかなんで、まあ、戦国時代に近い感じかな。鉄道とかあるんで若干明治時代。今これがねムメイちゃんっていう一番可愛いキャラクターです。機動力が半端ないね、カバネの。まあ、いろんなね、こういうなんかゾンビ系のものってあるじゃないですか。まあその中でも抜群にね、の体、なんていうのかな、抜群に身体能力が高いのがこの今回カバネリの特徴ですね。まあという感じで、まあ一応オープニングで2つのムービーが流れて、ゲームを楽しむことができるんですけども、実際ね今回はこんな、まあ今はねストーリーの話をしてたんですけども、
5つの熱いこのカバネリを紹介していきたいと思います。で、まあ1つ目の熱いがね、ちょうど今紹介させていただいたこのストーリーが熱いってことなんですけども、まあ、このもね、アニメ化もされてるようなね、アニメですから、もう超人気なね、まあストーリーが熱くないわけがないっていう、普通のスマホゲームと比べて、まあなんでね、まあ、ストーリーの熱さっていうのは十分伝わったと思うんですけども、次は戦いが熱いっていう部分について紹介していきたいと思います。バトルが熱い、やっていきましょう。で、今回このゲームは 2DRPG って言われるゲームシステムを採用していて、まあ、どういうような感じかっていうと、基本的には単性 RPG で自動戦闘で自分でスキルとかを使って戦っていくっていうような感じですね。お山の上はでね、まあ何が熱いのかっていうと、ここら辺はちょっとね、しましょうか。はい、敵出現と、はい、まずね、アニメのキャラクターが常に動いてるんですよ。これめちゃめちゃいいですね。これ戦闘モーションがちゃんと綺麗に動くっていう、これは多分ゴロツキと戦ってますね。いた、こんなやってやる、あ、超かっこいいですよね。やらせるか。で、まあ分かりやすいです。で、スキルがもうちょっとで溜まるかな。どうだよ、スキルが溜まるんで。やらせるか。あ、また、あ、スキル使いましょうか。これでスキル使って、あるか、こんな感じで攻撃するんだというね。だ、このリアルタイムでこのスキルが使えるようになってって、このスキルの使うタイミングで結構こう重要になってくるっていうようなものですね。でスキルは全体攻撃とか、あとは仲間回復とか、それぞれキャラクターによって特色あるんで、それも結構重要です。でね、これ何がいいのかっていうと、テレビアニメ原作スタッフが再集結して送る続編なんですよ。 OVA みたいなノリに近いのかな。なんで、まあ、カバネリも見たからストーリー知ってるよみたいな人からすると、じゃなくてこれ続編だからマジで見た方がいいよっていう、そういうものになるんですよね。はい、ということでね、先ほどね、戦闘については紹介したんですけれども、次は育成が熱いと、この育成についての説明をしていきたいと思います。で、ストーリーをある程度進めると、この次の道しるべっていうので、育成ができるようになるんですよ。よいしょ。これね、キャラを強化しに行く。で、まあどういう風に強化していくかっていうのはこれで分かりやすく説明してもらえるんですけれども、素材を使ってキャラを強化することで、キャラと素材の属性を合わせて、効果力が上がりますと。まあ要は素材を使って、まあ、強化していくってことですね。で、今回は主人公の要に強化していただきます。これですね、素材、素材を全部使って決定すると、それでレベルが上がるのかな、上がった、レベル8になりましたね、一気に強化完了。こういう感じで強化することができます。で、今チュートリアル上から一気に飛んだんで分かんないと思うんですけれども、本来はこのキャラクターのところを押して強化を押して、強化したいキャラクターを選んで強化すれば OK、 簡単ですよね。こんな感じになってます。はい、でですね、さらに育成だけじゃないんですよ。武器は仲間を強化していくのが、でこれが何かっていうと装備品なんですよね。今まだ装備品持ってないんですけど、装備品がたくさんあって、まあ、500個ぐらいのかな、スキルが あるんですけど、これがランダムについてくるんで、装備品にこうスキルとかを集め、強いスキルをついた装備品を頑張って集めて、でこれをキャラに装備することによってさらに強化されていくっていうような感じになります。でさらにこれね、マルチプレイもあって、ちょっと今回はね、テスト環境でプレイしているのでちょっとできないんですけれども、他のプレイヤーと戦ってこう組合っていうんですけれども、組合を組んで戦っていくと。でランキング制とか、ランキングとかね、そういうシステムもあるんで、すごいいいのかなと思います。そしてなんといってもね、やっぱこれ超豪華声優陣&キャストが熱いっていうところなんですけれども、5つ目の熱いですね。まあテレビアニメね、のこう鉄道のカバネリのキャラクター、あとまあプラスアルファ、これ続編なんで新キャラとかも出てくるんですけれども、ここの声優陣が当然原作通りの声優陣使われてるんで、まあもうね、普通におおって感じだよね。でこのアニメ自体もめちゃめちゃ面白いんで、これを機にちょっと一回アニメを見てみて、でさらにこのアプリもちょっとやってみてはいかがかなと思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。結構ね、スマホをいろいろ紹介させていただくんだけど、がっつりアニメ原作のやつは初めてだね。うん、なんでちょっとおーってなりました。普通におーこれすげえなーみたいな。なんで、ね、ちょっとこれね、僕もカバネリまだ全部見てないんで、ちょっと改めて見直そうかなと思います。ムメちゃんがとにかく可愛い、ね、ムメちゃん可愛いんで、みんなまずは概要欄から必ずダウンロードしてみてください。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。元気でした。必ず概要欄の方から、ダウンロード、そしてインストールよろしくお願いします。バイバイ。